毎度西成五時ですわ。みんなもご飯食べた？まだ？はい。ごめんね、カメラ動いて。みんなスプーンのアプリ入れてくれた？チャットのライブ放送やるで、いけるように設定したからな。顔は悪いけど見えんけど喋り倒すからな。そこで書き込みしてや何でも喋るで。まあ何でも言うても限られてるけどな、これ YouTube と一緒で。規約上いろいろあるでな。よかったら時間決めようか。今がリアルタイムの8時39分。これが登るのが9時前やろ。だから9時半からとりあえず30分ほどやってみようかと思うねんけどな。川原浩二か西成浩二チャンネルで検索してかけてスプーンで。だから、すぐみんな、チャンネル、アプリインストールして、検索かける用意しといてよ。もうやる前にもう一回、あげるけどな、動画は。告知ですわ、告知。スプーンの、アプリ取って、チャットに参加できるようにしとって。なら、リクエストをその時に言うてくれたら、チャットで送ってくれたら、足見れるでな。顔は出てへんけど、声はこのまま行くでな。川原浩二か、西成浩二チャンネルで、検索をかけたってや。ずらは脱いで喋ってるかもわからんけどな。バックミュージックもこのまま行くで。このまま喋り倒すで、30分ほど。まあ、2時間喋れんねんけど、そんなに超喋らんからな。とりあえず、スプーン。Google アプリなど、Google ストアか、Google ストアでスプーンって検索してもらったら出てくるからね。アプリインストールして、チャット参加待っとるで。言うたもんの誰も来へんかったら、もう、即やめるで。一人さっきテストでやってみたけどな、5分ほど喋ったら一人来はったわ。ゆうさん言う人がな。ほんなんも言わんと、出てきたけど、帰ってきたったけど。やりっぱなしのおかしっぱなし言うやっちゃう。スプーンやで、スプーン。生配信やるで、生配信。音声の生配信や。関西弁でしゃぶりまーす。ま、え、なんて書いたかの。関西弁でしゃべりまくりますって。アイコンは富士山のアイコンか、前の顔かどっちか分かれへんねんけどな。二重になっとるから分かれへんねんけどな。わしの方からは見られへんねんけど。で、名前のところも、入力は一応、西成浩二が、西成浩二チャンネルにしてあんねんけどやな。名前のところがな、西成浩二ってしたんやけど、川原浩二って出てたから、ちょっとどっちか分からんけど、どっちかで検索してや。わしもスマホ生きてんの、これ1台しかあれへんから。あれ、あいましえぐいことは喋らへんけどな。まあ、わしの、今までの動画の中からでもええし、歌は歌えへんで、恥ずかしいから。生配信やからな、んちゅうでも。わしも生まれて初めての試みやからな。どんだけうまいこと言うかどうかわからんけど。もう西成浩二、川原浩二好きな人はスプーン。スプーンやで、スプーン。
ちょっとスペル忘れてもだけど。スプーンや。Google アプリからインストールしといてよ。だいたい9時半ぐらいからやろうかなって考えてるからね。ほんだら、スプーンよろしく。西成浩二ですわ。あれ、聞いへんやん。